はい、皆さんこんにちは、戸橋健です。戦略コンサルティングとアフリカのものを作って売ったりするようなビジネスをやっています。担当は思考法と課題解決法です。この授業は一言で言うと、きちんとものを考えられるようになる授業です。一つ目は、今の世の中ものすごくこう先が読めない時代になってるっていうことが挙げられるかなと思います。それについてまず理解していただくっていうのが最初のポイント。二つ目のポイントは、先が読めない世界で使える唯一の技術が物を考える力だっていうことです。最後に、物を考える力というのは誰にでも備わっている能力だということです。その力を正しくきちんと使うためには多少の訓練と知識が必要になります。それをこの授業でお伝えしたいなと思います。いろんな変化のある世の中で、どういう変化だということをきちんと受け止めて、その中でどういうことをしていかなければいけないのかっていうのを一つ一つ自分の納得できるように考えて生きていく、それができるようになることが、まあ、これからの世界では大事なんじゃないかな、その礎になるようなスキルだと思っていますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。